オープン型イヤホン日本販売10周年記念モデル ES2203 ブリランテ、新しく完成した 14.8mm ダイナミックドライバー搭載、新規開発ピークポリエーテルエーテルケトンダイナミックドライバー。新しい素材で完成させたダイナミックドライバーはユコテックで独自に開発製造しています。ピークポリエーテルエーテルケトンフィルムは金属や合金に比べて優れた強度と剛性を持つスーパーエンジニアリングプラスチックです。また湿気を吸収しない性質はイヤホンには大きな利点となります。ピークポリエーテルエーテルケトン。ピークはポリエーテルエーテルケトンという樹脂でスーパーエンジニアリングプラスチックです。一般的なプラスチックと比べて耐熱や耐久性に優れるプラスチックをエンジニアリングプラスチックといい、機械や住宅建材など強度が必要な部分で使われます。さらにプラスチックが弱い耐熱性でも150度以上に耐えられるなど、さらに摩耗性や強度に強い素材をスーパーエンジニアリングプラスチックと呼ばれます。金属に比べて軽量なので自動車のエンジン周りでも使用されています。そのスーパーエンジニアリングプラスチックの中でもピークは融点が343度と最高レベルの耐熱性と抜群の強度で、安定性にも優れ、航空機、哺乳瓶や食器、人工透析膜、歯科材料など医療機器でも使われている素材です。しかし強度が非常に高いので加工が難しく、また非常に高価なため多くは流通していません。ピークは業界トップだった A ビクトレックス社の特許が1999年に失効し、各国が市場に参入し開発が進んでいます。ピークによって開発製造されたドライバーを搭載するオープン型イヤホン ES2203 ブリランテの音を体験してください。